経験が何よりの価値ですよね。やってきたことでですね、お役に立てることありますので、コーチングっていうのは、コーチング、コンサルティングがすごくいいのかなと思います。ノウハウ系が僕はおすすめですね。物販よりもそっちがおすすめです。で、ネットで売るならってことで、すぐ始められるものってことですね。すぐに始められるもの、おすすめの商品なんでしょうかってことなんですけども、まあ、これはですね、商品って言ってるんですけど、僕はやっぱりすぐに始められるのであれば、ノウハウ系のサービスかなというふうに思います。あなたの経験、頭の中にあるものですよね。これに関してはですね、なんか、在庫とかもないですし、あなたの、そのノウハウ、スキルをですね、提供する、お金をいただくってことなので、これはですね、ものすごく、利益率も高くなります。まあ、物販だったら高くても 30% の利益率とかそういう感じですよね。まあ、これノウハウ系だったら 95% の利益率っていうのもできるんですよ。まあ、実際僕もそういうふうに、自分自身もそうですし、教えてるコンサル生さんっていうのはですね、そういうサービスを作りましょうということを。